大阪市平野区の路上で55歳の男性が刃物で殺害された事件で、逃走していた知人の男が逮捕されました。殺人容疑で逮捕された職業不詳の稲掛隆容疑者は、先月31日午前1時過ぎ、大阪市平野区の路上で新田博之さんを包丁で刺して殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、稲掛容疑者と新田さんは地元の同級生で、事件直前、現場近くのスナックで友人十数人と忘年会をしていました。稲掛容疑者は途中で退店し、近くのコンビニで包丁を買って戻り、忘年会の終了後に店を出た新田さんを刺したということです。稲掛容疑者は行方が分からなくなっていましたが、昨日兵庫県姫路市内で発見されました。警察の調べに稲掛容疑者は、殺すつもりはなかったと殺意を否認しているということです。